龍ヶ崎駅は、茨城県龍ヶ崎市あざまい町にある、関東鉄道龍ヶ崎線の駅、道線の終点である。所在地は、龍ヶ崎市であるが、駅名は、龍ヶ崎の自体を用いる、龍崎鉄道開通当時からの駅である、短式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、長大な島式でやはり長いホーム状屋根を備えた、東端式ホームが一面二線。それに、 木造二階建ての洋館風駅舎を有し、駅舎側に二線の機関庫を備えた機関区、そしてホームを挟んで駅舎と反対側に何本もの貨物用側線や一線の機関庫、それに転車台が設けられていた。九百七十一年の貨物営業廃止後に不要となった側線等が撤去され、その後九百七十四年の駅舎建て替えの際に線路配置が大幅変更されて、 ホームが短縮、さらに旧機関区側一線がコンクリートで埋められてホームは一線のみとされ、大幅に校内が縮小された。現在旧ホームの空き地は駐車場の一部となっている。校内には車両基地が設置されている。基地とホームの所在は龍ヶ崎市成馬町である。直営駅で駅舎はコンクリート造りである。改札外に待合室がある。 IC カード利用可能駅ながら基本的に列車別改札である自動券売機設置、券売機や窓口で東日本旅客鉄道線連絡乗車券が購入できる。2009年3月14日、IC カードパスモの共用開始により IC カード簡易改札機が設置された。2019年9月、元売店、うどん店があった場所に龍ヶ崎市、 コミュニティバス利用客用の待合室、留車が設置された、1日平均乗車人員は、以下の通り、本路線の乗客の大半は、当駅を利用するため、路線全体の利用客数に近い、大学、高校の最寄り駅となっている割には通学利用が少ないが、これは、佐抜駅発着の大学直行特定バスが、運行されていることや自転車通学が多いことに、起因する。 国道6号から、龍ヶ崎線線路沿いに東駅の近くまで、茨城県道5号龍ヶ崎伊田湖線が並行している。駅前にバスターミナルがある。また、車両倉庫から、龍ヶ崎駅前交差点までの駅前広場のようになっているところは、駅税券は、やや広く、北東、東から南にかけて広がる。商業、飲食産業、金融教育公的機関取り出し、 稲敷市江戸崎地区方面への路線バスや、龍ヶ崎市、河内町のコミュニティバスなどが発着する。なお、龍ヶ崎市では、関東鉄道との連携により、龍ヶ崎市内限定で、路線バスの昼間割引を実施している。始発地の発車時刻が午前8時から午後5時までの便においては、龍ヶ崎市内での利用に限って、運賃の上限が200円となる。 なお、2020年3月14日に、佐野木駅が、龍ヶ崎市駅に改称されたため、区別するために、方向幕では、関鉄龍ヶ崎駅と表示される。関東鉄道かつては当駅に、茨城観光自動車、JR バス関東をも乗り入れていた。龍ヶ崎市、コミュニティバス、河内町コミュニティバス、関東鉄道龍ヶ崎線入地駅、龍ヶ崎駅、関東鉄道駅別乗行人員。 abcdefghijsone s 週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄21号関東鉄道、猛火鉄道、首都圏新都市鉄道、流鉄、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年8月7日、7から12ページ、1923年春行の2代目、 龍ヶ崎駅トイレリニューアルオープン。龍ヶ崎線開業120周年記念。東京龍ヶ崎。ありがとうございます。